それこそでも三浦翔平くんと仲いいってことは、うん、奥さんの仲いい。もうデビュー時期がみんな一緒ぐらいなんで。映画出てましたよね、私。ミレイちゃんとは映画とかわかんないですけど、でもセブンティーンって雑誌なんですよ、ミレイちゃんが出身が。で、その時僕とか三浦翔平とかが一緒にセブンティーンの彼氏役で出てたんですよ。あ、雑誌で。だからその時からの付き合いなんで、奥さんとも、キスしてんだ。ドラマも何度か共演したことあるんで、共演もあるんで。すごい話やな。俺らの。いいなぁ。一番仲良かった、その当時で、一番仲良かった人は誰なんですか？当時。一番仲良かったの。あと、一番仲悪かったの。絶対許せないやつとか。あ、でも、はい。ワンオクのタカと、はい、それが嫌い。嫌い。タカはその前から好きな方。なんかたまになんかこう連絡取ってましたから。はい、だからタカと山田慎太郎と、はい、山田優ちゃんの弟。はいはいはい。慎太郎くん。慎太郎さん、はい。僕 DJ とかで、はい。この前も生配信で。はい。慎太郎とタカと3人でよく遊んでました。慎太郎くんとタカくんと山本裕介くんで遊んでますか。はい。もろ女の子がホット頑張り。当時お金ないんで僕ら。タカも売れる前で。で、慎太郎は、ジャグロスコ。いや、ジャグロスコ。当時みんな若くてお金なくて。で、それこそ、シュン君とユウちゃんが、もう結婚前ぐらいの時期だったんですよね、はいはいはい、でゆうちゃんがもう家を出てったんですよ。でゆうちゃんの家が空いてたんですよ。でそこに慎太郎が住んでたんですよ。でそこでその3人で集まってコンビニでお酒買ったりとかして。楽しそう、楽しそう、すごいな。そうだから池尻だったんですけど、その池尻にずっといましたね。池尻、でもいいとこ住んでんだよ。確かに池尻がゆうちゃんのお金なんで。ああ確かに。あ、だからゆうちゃんのお金なんで。ゆうちゃんそうか、それはそうか。そうだから僕初めて買った車は、うん、19、20歳の時に買った車、ベンツの A クラス買ったんですよ。はあ、でも中古だったんですけど、120万円ぐらいだったのかな。山田優ちゃんから借金しました。優ちゃん優しい。すごいな。名前の通りやん。慎太郎を担保にして。慎太郎を担保にして。慎担保。新担保山田新担保だ。散歩みたいな。新散歩みたいな。